はい。パーソナトレーナーのゆうじです。僕の中で、今現在、やらない筋トレというのがあります。絶対にやらない筋トレがあれば、まあ、基本的にはやらないというねちょ、ちょっとニュアンスが柔らかいですけど、まあ、そういうやらない筋トレというのもあります。まあ、それはですね、中には昔はやってたけれども、だんだん年を取って、 年月、ヘ経にしたがって、まあ、自分の考え方がいろいろ変わってきて、やらなくなったというものもまあ,あるんですね。まあ、昔は当然ね、若いので、あれやこれやあれやこれをやってみようとか、あ、それがいいならやってみようというふうにいろいろ食いついたんですけれども、いろいろね、長くトレーニングをしていく中で、これはやんなくてもいいんじゃないかなとか、あるいは今この年齢になってきたら、やらなくて別なものの方がいいんじゃないかなみたいなの、まあ、そういうふうにいろいろ考えが変わってきたところがあるんですね。なので、今現在僕がまあやってないものというのは、まあ、あの、

まあ、必ずしも全員に絶対この方がいいですよ。これはやらない方がいいですよっていうふうに言ってるわけではなくてですね。まあ、あくまで、ね、僕の考え方というところであるんですけれども、ただまあね、あの、僕としては50歳以上の人には、まあ、こういう考え方の方がいいんじゃないですかっていうところはまあ、あるということです。だからまあ、ね、世の中一般的にこれが絶対っていうつもりはないんですけど、まあ、僕のパーソナルトレーニングでは、まあ、この考え方で、まあ、やっているとも言えるわけですね。まずですね、時々コメント欄で質問が来るんですけれども、ショルダー プね、ショルダープレスをやる時にインクラインのベンチを目一杯起こして持たれてショルダープレスっていうのはやらないんですかというふうな質問、まあ、ちょこちょこあります先日もあったんですけど、まあ、これ僕やらないです。全くやらなないですでこれがなぜかというとう インクラインのベンチを起こすと言っても、あれ起こしとまず90度にはならないですね。ほぼ全部の、えー、インクラインベンチが90度にならないです。少しこう5度、10度、こう斜めになってるんですね。でそうすると、少し斜めの状態でのショルダープレスで、基本的にはダンベルはこの垂直にしか上,上がらないわけで、上げないわけで、そうすると、実際には体に対して垂直よりはちょっと前に上げてる感じになるわけですね。だから、そうなると、僕はショルダープレスで前ではなくて、前もやうけど、真ん中もできるだけ使う。 使いたいといとう考え方なのでそれはちょっと持たれてやってるつまりちょっと前に押し出してるっていうのを前ばっかり聞いてくるのでまあそれはまずいやそういうふうな感じでやるつもりはないというのが一つで。もう1つは 最近あまりちょっとあの置いてるところ少ないかもしれないんですけど椅子自体がもうそもそもねショルダープレスの90度になってこの肩甲骨あたりのところで止まってるこのぐらいの高さの90度の、ね、もう固定された椅子っていうのがあって、まあ、それでショルダープレスをやるというやつもあるんですけどただそれもね昔使ったことあるんですよ若い頃はそこのジムにあったんで使ってたんですけどただそれがねまあだん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 自分自身もショルダープレスの重さが上がってきてまあまあ重いのをやれるようになった時に そこにね、持たれていたとしてもね、つけて持たれていたとしても、 だん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 やっぱりそこの持たれていることに頼ってしまってぐーっと結局ここを反ってしまうで結局胸が上に向いてしまうでそうすると結局さっきのインクライと同じで斜め前に押してると同じような形になりがちなんですねだからあればあったでそれにもう頼りすぎてしまってここのお腹のことをねあまりしなくなったのはちょっと本末転倒だなと思ったわけですまああんまり重くなければ多分それがその垂直であってしっかり押さえればいいと思うんですけど重いとやっぱり余計こうなっちゃうわけですね まあ、なので僕自身もまあやっぱり肩の筋力まあまああってダンベルショルダープレスは 24kg24kg でやってるんですけど、まあ、それでも僕は正直言うとそれ以上重いものをもうやろうと思ったらまあできるんですけどそうするとやっぱり、ね、24kg ぐらいを左右に持っていくとお腹のの、ね、力僕も結構あると思います。今までの、ね、んな…あの いろんなね、オルタネットプランクとか、レディーデローも結構重いのを見せて、あんまりブレないのを見せてきたと思うので、まあ、弱くは全くないと思います、体感が。でも、それぐらいの重さをやっていくと、どうしてもこれがぐーっとこう、押されてきちまって、耐えきれないぐらいの重さになってくるんですよ。なので僕は、通常は、サイドレーズをとにかく仕切りにやって、正直セット数多いです。セット数多いですよ。実際あの、サイドレーズでまず10セットやりますが、10セットやって、その後にショルダープレスをやっていく。それでもそこの24キロで、こう結構、 ギリギリだなと思いながら固めててやってるわけで、すよあの背もたれなしでねでそれが最初にショルダープレスをやっていくと、もっと重いのができるので、そうするとこれはもっとのけぞってしまうとか、あるいは、まあ、そこまでね、持たれなきゃ、支えなきゃいけないぐらい重いのをやっていくというふうになると、逆に今度は僕の肩が壊れそうなぐらいのやっぱり、ね、重さとか、あるいはここが支えられないとか、いろいろ問題が起きてくるので、僕はサイドレーズやってからショルダープレスをやっている。で、それで自分の,お自分の体幹で支えられる重さでやってるということですね。背もたれですけど結局、ね持たれ 過ぎたり、ここは出過ぎて乗せたったら同じなんであまりやらないということですね。まあ持たれてやるのがあのー、結構ね今 YouTube とかでそのフィジークの選手が必ずあれで持たれて超ヘ蛇なのやってるのを見て、えー、まあやっぱり真似すると思うんですけど、まあすごい人のトレーニングを真似するのはいいんですけど、まあそれがねまあ自分にとってそれが適正かどうか、自分の年齢にとって適正かどうか、まあそれもね考えながらやった方がいいかなと思ってます。あとはねえっとやらないものといえばねマシーンのローイングは基本的に。 やらないです、ね、昔はまあまあやりました。なんかマシンのローイング。 これは、あの、絶対じゃないです。絶対やらないわけではなくて、ハンマーストレングスのローイングであれば、やることがあるかもしれないということですね。あの、ハンマーストレングスはこう、プレートをつけて、左右別々に動いて、結構特殊な角度で入ってくるというのがあるので、まあ、そういう意味ではやることがあるかもしれないですけど、そもそもまあ、僕が、あの、行ってるジムにはないので、まあ、それをやらないと。で、他の、ね、プレートでやるマシーンの場合、まあ、いいものもあるかもしれないですけど、なかなかいいものに出会わないなというのが、うん、そうですね。まあ、でもまあ、半分。 ぐらいまあいいいものはああるとは思うんでですけどなななかなかまあ出会わないでまあ、それとは全く別にですねローイング系も基本的にはこのバーベルでの弁当をバローあるいはバーベルでのデッドリフトやってこうちょっと締める感じでローイングっぽくやっているわけですね。まあそういう感じのローイングの方があの今のこの年齢の場合には後背筋をとにかくでかくする鍛えるために、ね、すごいいいマシンで腰の負担はなくめちゃくちゃ重いのをガーッてやるっていうふうなことはそこまでまあ求めてなくてまあもちろん背中は 作りたいと思ってますけどただそれをね立って自分の足で立って支えてベントオーバーローをやるデッドリトやるというものの方を選んでるということです。さっき言ったちょっと大会に出てる人はめちゃくちゃ重いのやってとにかく背中をガッとねでかくしたいという方が一番のメインのことであってただ僕はやっぱり足を足で立って足で支える力腰で支える力も あのや,やっぱり養って体,が体を連動させて支えるというのもやっぱりそういういいい力も養いたいんですねその中での背中の筋肉を鍛えていくということをやっていきたいのでもう立ったままでのベントオーバーローをやっていくというふうにしてますね。 まあそこはやっぱりちょっと年齢によるちょっと考え方の変化かなと思ってます。あとはまあ大胸筋でですね、あのデクラインね、デクラインっていう、あのまあインクラインは頭が上がってやるやつね、胸の上が。で、フラットがあってデクラインで頭が下がった形での、えー、ダンベルプレス、ベンチプレスとかありますけど、これもね、若い頃は結構やりました。20代は結構やっぱりやったんですけど、やっぱりこれも長年やってくるとデクラインというねこの下っ側のラインを作るっていうのを、まあそんなにやらなくてもできてきちゃう。 できている。こっちはつきやすいので、まあ、全然やらなくても、まあまあ、くっきりしてきますし、上の方に重点的に時間を使った方がいいなということで、まあ、特にやる必要がないかなと思って、十分ね、出来上がるなと思って、まあ、やってるのフラット、フラットでやっても少しアーチを抜けば、ちょっとデクラインっぽくなるので、わざわざデクラインやらないってこと。で、あとは大胸筋に言うと、ケーブルフライってあります。ケーブルフライ。ね。あれも、まあ、これ絶対ではないですけど、あの、基本やらないですね。 というのも、ケーブルフライのやる、そのケーブルマシンですね。ケーブルフライ自体があるんじゃなくて、ケーブルマシン自体の問題と言いますかね。最近はね、やっぱりそのマシンをこう、コンパクト化するっていうのが結構多くてですね。ケーブルマシンっていうのがフルサイズの広いやつだけ狭いやつが多いんですね。そう、そうすると、少し狭くて、例えばここからこのぐらいの幅だったりするわけですよ。で、これで、 フライをやっていくと、ほぼ後ろに引かれてる感じなので、それって、寝っ転んでダンベルやってる時に、後ろに引かれるとあまり変わらないわけですね。それがフルサイズのケーブルマシンの場合、この壁とこっちの壁ぐらいから、真横の方から引いてくれるので、そうすると、この閉じた時に、この方向に引いてくれるんですね。横の方向に引いてくる。横もしくはちょっと2、30度後ろぐらいになりますけど、その方向に引いてくれると、この時にバチッと来るっていうのはまああります。なので、それは、 でダンベルプレスあるいは寝転んでのダンベルフライとは違う方向から引いてくれるのでそのフルサイズのケーブルマシンならやる必要はあるかなと思いますが最近はやっぱりコンパクトなのが多いのでコンパクトなケーブルマシンであればもうやらないということですねこれはあの先日あのなんか中山きん筋君が自分のプライベートジム自分しかトレーニングしないジプライベートジムというのを作ったらしいですけどそこに置いた彼が置いたケーブルマシンはフルサイズだったんですね広いやつだったんですやっぱりそっちのが まあやっぱり彼もいいと思っているからそれを入れたわけですね。で、あとはね、足に関してはレッグプレスマシンはやらないです。で、これもお客さんにもやってもらわないです。 まあ中にはね、いいマシンもあるかと思います。例えば、まあ、普通のレッグプレスのピンであるやつじゃなくて、まあ、45度のレッグプレスって言って、まあ、背もたれが45度ぐらい、まあ、多少変わるけどね、こう足を上げるのも45度ぐらいで足を上にグッと押していく感じでやっていく、まあ、ピンで変えるやつもあるし、まあ、プレートをつけるやつもあるし、まあ、あれ、ああいうのはまあ大体一人きりはすごい効いてきますが、これも足のトレーニングをやっていくときはさっきの背中と同じです。足のトレーニングをするのは何,何のために僕はやってるかというと、 形を作るためだけにやってるのではなくて、だからそこはやっぱりボディビルとかそういうのであれば形を作ることが第一の目的なわけですね。だけども、僕は52歳の男が、形も良くしたいし、健康的で長く活動できる体でいたいというのがあるので、それも半分ぐらいあるわけですよ。で、そうすると足のトレーニングするときも、やっぱり自分らしで立つ、立つ、立てる足をこう作りたいわけですね。だから、 この座った形で押すというものでなく、やっぱり自分が立ち上がるもの、スクワットだったり、ブルガリアスクワットだったり、ウォーキングランジだったりとか、まあそういうようなね、自分が自分の足で立ち上がるというものをやって、お腹腰と全部連動させてやるような、まあそういうものを選んでやるので、そういうものをやりながら、足の形も作ってきた、お尻の形も作ってきたと思うので、あまり座って寝転んでやるようなものはもうやらないということですあとね、腹筋ですけど、腹筋がですね、 そうですね、これは前々から僕が言ってる、えー、とこういうサイドベンドっていうのは全然やらないし45度のバックエクステンションで足かけて横にしてこうやってるのもやらないしお客さんに進めることもないです。これはここの腹斜筋の横の部分この骨盤のすぐ上のこの部分というのを刺激するわけですけどあれをやっぱりしきりにやっていると ここの骨盤の上よりもボコッて出るね、ボコッとこう筋肉が肥大して、ウエストが太くなってるような,な、脂肪がついてるのっていう感じに、すごい筋肉がつくので、まあ、それはわざわざしないということね。まあ、このあたりの腹筋の筋肉も、正直言うと、あの、 例えば、ワンハンドローをやったら意外とね、その逆側の、こ、この部分使ってたりするので、もうそのぐらいでいいかなと思います。それなりに重いなと意外とね、こっち、うっ固めて使ったりするので、まあそういうような使い方、背中をやってる時にそういう使うとか、まあそういう感じぐらいでいいかなと思って、むしろ腹筋の上はこの正面を重点的にやっていきますね。で、あと、シットアップね、シットアップっていう、あの、まあここに足を引っ掛けて、下からこうやってグッともう起き上がる腹筋ですね。もうこれも基本的にはやらない。まあ絶対ではないですけど、基本的にはやらないです。 これはまあ、シットアップっていうのはね、もうご存知でいろんな筋肉を結構使います。太ももの前も使えば大腰筋も使うし、下から起き上がる瞬間には腰も結構使うので、まあいろんな筋肉を使ってお腹がわかりづらいのであんまりやらないですね。 で、まあ、もしやるとしたら、だから絶対だけど、基本的にはやらないけど、やるとしたら、あるいはたまーにお客さんに進めてやるときには、ダブルハイパークランチはクランチこう腹直筋だけを使う腹筋というのを、まず仕切りにやります。何セットも何セットもやります。で、それが終わった後で、最後にシットアップを、ゆっくりこう、限定的な範囲、下までいかないで、腰を丸めた範囲のみ、半分ぐらいでお腹は縮めてきて、半分だけお腹を耐えて、腰がね、こう、バカーッと伸びることなく、 ね、お腹縮めたまでゆっくりやっていくという最後にまあ入れていくというやり方であれば腹直筋が疲れてるので、まあ、やる場合もまあ,あるということですね。あとはね腹筋でいうとこれ、まあ、日本ではあまりやらないですけどあのアメリカでよくあるケーブルクランチっていってケーブルマシンがあってこのケーブルマシンでこのロープのやつをこう掴んでこうやってギュッギュッとこうやってケーブルクランチやってますけど これはあの、まあ、日本でそもそもそんなやってないですけどね僕はあのねアメリカ人がいろいろやってるけど僕はちょっとやらないですこれは結構難しいですすごい難しくてこれをやるときにそもそもは結局寝転んでやってるクランチみたここをね中に入れるような感じでやっていかなければすごく難しくてついついうっかりこの太もど尻を後ろにこうやって引いちゃうとなんかそのこの下半身引いちゃうのでできちゃうんですよ。 だからここを止めてるのが難しいで止めた方でこうやってグッとこうやってやっていくのが難しくてそれがまた結構重くなってくるとやりづらいですよ。どうしても動いちゃいそうになるしなので寝転んでやる腹筋の方がダイレクトに強くくるなというので、まあ、そういうものをやってるとかあとはねこれもまあ今,今あの背中のことと足のことを言いましたが あのやはりね、自分の体で支えるという、そういう機能もきちんと高めていきたいので、 たとえ胸にしても、ね、バーベルのベンチプレスをやったとしても、スミスマシンのベンチプレスはやらないです。で、それは、あの、どっちにも行かないから安全とか、ダメだった時にカツンとかられる安全と言いますが、まあ、そもそも、あの、これが揺れてしまって危ないような人はもっと安定させる筋肉を養わなければいけないし、正しい方向に上げるように、やっぱり大胸筋を使うようにやっていかなきゃいけないのが、斜めに押してもあれって上がっちゃうんですよね。 なので、正しい方向に上げることを覚える。それはやっぱり普通にフリーの、このバーベルなりダンベルなりでやった方が。 きっちり普通に入るかなと思うんですね。なんかやっぱ分散しちゃうんですよ。すごい余計に肩の辺に分散しちゃう感じがあったりとかね。あとはあの、スクワットもやっぱりスミスマシンだスクワットは基本的にはしない。スミスマシンしかなかったらもうしょうがないですけど、フリーがあるのはフリーをやりますね。それもやっぱり不安定だからこそ自分の体を支えるというものも養いていきながら足を作るというね、そういうやっぱり2つの目的の中でやってるので、 安定しすぎたものをやらないということ。あとはまあ、ブルガリアンスクワットをね、ブルガリアンスクワットをスミスマシンでやるっていうのも結構やっぱりその見かけますが、まあ僕としてはそれさえもこうやっぱり不安定だからこそもっとお尻を使ってほしいんですね。 なので、あまり安定したところだと使わない筋肉も増えてしまうので、不安定だからこそ、特に今のこのブルガリアスカットの場合は、お尻をよりグッとしないと揺れてしまうので、そ,そのためには、まあ、ダンベル、もしくは、バーベルを担ぐともあり,ありですけど、まあ、そういったフリーのものをやってた方がいいかなとこれます。鷲見さんはあんまり使わないと。 いうことですそういうやってないものはね全部否定してるわけじゃなくてあくまで僕の考え方そして50を過ぎた自分としては体をやっぱり支えるものとかそういう機能体の動かすのがうまくなるようなそういうことも追い求めながら筋肉をつけていくまあそういうねあのただただ筋肉をつけるためだけという目的ではないというそういう観点で考えるとやっぱりちょっとやらなくていいかなというものがいくつかあるということです。 ま、この考え方というのは共感できる部分だけ、ま、拾ってもらえばいいかなと思います。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッチもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーサントレのユーのゆうでした。Go! Go!